ライアン・ブラッドレイは、アメリカ合衆国ミズーリ州出身の男性フィギュアスケート選手。2011年全米選手権優勝、2008年スケートカナダ2位。2006から2007年シーズン、日本の富士ゼロックス・アペオスのコマーシャルに、スイスのステファン・ランビエールと共に出演、バックフリップを決める経営者を演じた。1983年11月17日、 フィギュアスケート選手の両親のもとに生まれ、2歳でスケートを始める。1996年から1998年までは、ティファニー・バイスとペアを組んでいたが、その後、シングルスケーティングに専念。1998年全米選手権、ノービスクラスで2位に入り、トリーグラフトロフィーでは、ジュニアクラスで優勝。1999年全米選手権では、 ジュニアクラスで優勝を果たした。2006から2007シーズンのスケートアメリカからグランプリシリーズに参戦。2008から09シーズンのスケートカナダで2位入賞を果たした。2007年には全米選手権で2位となり世界選手権に出場した。2009年、2010年の全米選手権では2年連続の4位となったが、エヴァン・ライサチェクが 世界選手権の代表を辞退したために2010年の世界選手権の代表となった。2010から2011シーズン、シーズンオフに行った手術のために ISU グランプリシリーズを欠場し、アイスショーなどに出演した。その後、全米選手権に出場し、ショートプログラムで首位に立つと、そのリードを守りきり初優勝を果たした。三度目の出場となった。 世界選手権では自己最高の13位となった。世界選手権終了後、現役引退を表明した。現在、コロラド大学コロラドスプリングス校でビジネスを専攻している。オフにはアイスショーなどで活動中。リタイアーズフロムコンペティティブスケーティングバンクーバーオリンピック最終予選。国際スケート連盟主催。ワールドフィギュアスケート35新書館。 2008年12月、ピアニッシも32から33。ありがとうございます。